新武器2つとカタログ公開来たぞ。はい、ありがとうございます。さあ、シーブーです。新情報3つ出ましたので早速見ていきましょう。これはプロモデラー RG、 プロモデラー MG に金メッキを施した限定版だ。メインウェポン本来の塗り性能がサブウェポンスプリンクラーによってさらに強化されている。スペシャルウェポンナイス玉で相手陣地のウェザリングもバッチリだ。実はスプラ3発売前のトレーラーにこっそり映っていた武器ですが、シーズン2にてついに実装されます。これはプロモデラー勢かなり嬉しいのではないでしょうか。銀モデは炭酸ボム弱体化されサメライダー元から弱いで踏んだり蹴ったりでしたので、ナイス玉持ってるモデラーってだけでありがたいですよね。スプリンクラーも相手に壊されにくい場所に設置してガチエリアをずっと塗り続けるといったムーブも強いので今後活躍が期待できます。お次はこちら。これはバケットスロッシャーデコ。バケットスロッシャーにステッカーによる装飾が加わった武器だ。サブウェポンのラインマーカーでダメージを与えた相手に追撃したり、スペシャルウェポンのショックワンダーで高所から攻撃したりと、メインウェポン自体の活用に特化しているぞ。これは正直使うの難しそうです。バケットスロッシャーの最大ダメージが70ダメージで、ラインマーカーが当たった時のダメージが30ダメージですので、ちょうどコンボできるダメージラインではありますが、ラインマーカーが現状弱いんですよね。クイックボムの方が圧倒的にコンボに向いています。ショックワンダーも打開しにくいスペシャルですし、スプラッシュボムとトリプルトルネードの無印バケツの方が強いんじゃないかなと個人的には思っていますが、皆さんはどうでしょうか。ぜひ感想をコメントしていってください。最後の新情報を見ていきましょう。2022冬チルシーズンからは新たにカタログの中身が詳しく見られるようになるぞ。プレートや雑貨だけでなく季節のギアを組み合わせたコーデも載っているので、参考にしてみてはいかがだろうか。カタログでもらえるアイテムはメニューのカタログから確認することができるぞ。ということでカタログの一覧をゲーム内で確認できるようになります。今まではイカリング3を使わないといけなかったので、これは嬉しいですね。またシーズン2のカタログのラインナップもちゃっかり公開されましたので詳しく見ていきましょう。レベル5、6、7でオシャンなギアセットがもらえます。このセットアップ結構いいですよね。レベル10で新しいエモート挨拶がもらえます。おそらく任天堂ダイレクトで公開されたこのエモートですね。レベル17、18、19もギアセットです。靴のギアがいいですよね。金ピカ好きの方はぜひ。レベル24で新しいエモート、サムガリがもらえますが、これはまだ未公開のエモートっぽいです。もしどこかで公開されていたらコメントで教えてください。レベル29、30、31のギアセット良くない？この叩き検査機関あふれるモノクロのデザイン、個人的には一押しです。ランク35でもエモート、挨拶にがもらえます。何回挨拶すんねん。レベル41、42、43はスポーツ系のギアセット。これもモノクロデザインで良きです。レベル53、54、55もモノクロのギアセット。というか、今回のカタログのテーマがモノクロですね、多分。レベル60で新しいエモート、アグラ。レベル65、66、67はベレー帽が可愛すぎるギアセット。レベル73はロボットダンス。これも忍耐にあったやつ。結構活かしてると思います。レベル77、78、79は足があったかそうなギアセット。黒縁メガネも活かしてる。レベル83の妹、ダンスは忍耐で公開されたダンスだと思います。レベル89、90、91、これやばくない？シンプルなシャツ着たイカちゃんってだけでまず可愛いんですけど、ピアス見てください。イカタコピアスという新しいギアが出ます。これは絶対に欲しいです。可愛い。最後レベル100でダッフルコートがもらえて、今回のカタログはおしまいです。かなりギアが多い印象を受けましたね。もちろんギアやエモートだけでなく、カードパックチケットやネームプレートももらえますので、新しいシーズンが始まったらカタログレベルどんどん上げていきましょう。というわけでいかがでしたでしょうか。何もない平日に新情報3つは嬉しすぎる。新シーズンまであと1週間とちょっとです。おそらく今週は毎日新武器が2種類ずつ公開され、来週はビッグランの告知プラス更新データ配信だったら嬉しいですが、どうなるでしょうか。ビッグランの日にちを早く決めてくれ。また新情報をキャッチしましたら動画にまとめていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価で応援していただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で締めたいと思います。続きをお求めの方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。だなもう。それではまた、アーディオス。チャンネル登録よろしくね。最後まで。